見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。体のために納豆や豆腐など大豆食品は毎食必ず取り入れています。食後に旬のフルーツで食物繊維を摂ることも欠かしません。健康意識が高い人ほど体にいい食べ物を積極的に、そして定期的に摂ることを心がけているだろう。しかし専門家から見れば、良かれと思ったその行動で健康を害する危険性があるという。田中病院院長の田中優子さんが指摘する、一覧、食べ過ぎに注意すべき食品。1位ひじき、強度含有量が多い、基礎含有量も、フライマグロ。3位じゃがいも。過ぎたるはなお及ばざるがごとし、ということわざがありますが、これは心身の健康を保つ方法においても同じこと。どんなに体にいいものでも、過剰になれば弊害が起こります。例えば、水分補給は重要と言われますが、6リットル飲めばなくなる危険が生じますし、体に必須の塩分も小さじ48杯で死亡リスクがある。これはどんな食品においても同様です。では、特に食べ過ぎに注意すべき食品は何なのか。食と健康の専門家たち15人が理由と共に挙げた、ワーストは驚くべき結果だった。以下、15人の食と健康の専門家に食べ過ぎると毒に変わる食品を挙げてもらい、1位を5点、フライを4点、3位を3点、4位を点、5位を1点として集計した。上田光恵さん、医学博士、小倉智子さん、トータルフード代表、大西睦子さん、内科医、黒田真奈美さん、医師、アスリート、佐々木王さん、医師、秋葉原駅クリニック、白沢拓司さん、医師、清水かな子さん、管理栄養士、田中優子さん、医師、田中病院院長、中澤るみさん、管理栄養士、福田千秋さん、医学博士、福田正宏さん、糖尿病専門医、臨床内科専門医、牧田善治さん、医師、望月理恵子さん、管理栄養士、健康検定協会、森明彦さん、サイエンスジャーナリスト、森川隆さん、医師、大阪市立総合医療センター腎臓、高血圧内科。海外では危険視されるひじき。1位のひじきはビタミンやミネラル、食物繊維が豊富でカロリーも低く健康的な食品の代表格のような存在だ。だが、医学ジャーナリストで愛知医科大学客員教授の上田光恵さんは海外での扱いは正反対だと指摘する。イギリスでは004年、ロンドンで売られているひじきにはヒ素が含まれているため、食べないように、との勧告が出されました。これを受けて東京、江東区の保健所が国産のひじきを調べたところ、イギリスと同じ結果が出ましたが、日本では今も通常通り販売されています。ヒ素による急性中毒は死に至る危険性があり、慢性中毒では嘔吐や食欲減退、皮膚の発疹や炎症、さらに知覚障害や運動障害を引き起こします。もちろん、少量ならば体に影響はないとされているが、間違いなく、ばっかり食べ、は避けるべきだろう。また、ひじきは長らく、鉄分が豊富、とも称されていたが、2015年に文部省が発表した、日本食品標準成分表によれば、その含有量は15年前と比べて9分の1以下になった。ついで表を集めたのは、1世帯あたりの年間消費量が 0kg を超えるマグロだ。内科医の大西睦子さんが解説する、神経発達障害や認知能力の低下、心血管疾患の増加などを招くとされるメチル睡眠の含有量が多いことが気がかりです。他の魚にも同様の危険性はありますが、大型の魚になるほどその量は増え、小魚の100倍に達すると考えられています。マグロは EPA や DHA といった良質な油分である、オメガ3系脂肪酸を含有するため、心血管疾患予防や子供の認知機能向上をはじめとした様々な健康効果が報告されているが、食べ過ぎれば全く逆の結果を生む。